はい文春法炸裂です、えー、しかも有名なあの人のマネージャーが告白をすると、ジャニーズ問題、これは誰のマネージャーをやっていたかというと、ですね田原俊彦さん、いやー、ド級のが出てきたなということで、本日はですね、えー、この田原俊彦さんの,あのマネージャーが、まあ、されてたんですと。 いうことが文春に乗りました、えー、10月の17日段階ですでにジャニーズの名前は消えましたが、えー、このジャニー北川さんのやったこの滞在というのはまだ見えていないねで、えー、さらに自分自身がデビューし裏方も務めた方がまあジャニーさんによる、えー、被害を告発するということでまあジャニー北川というのはですねどういう人なのかというとそれはまあ ジャニーズ事務所の創業者だったんですね。まあスマイルアップという名前に今変わりましたけど、旧ジャニーズ事務所とでも呼びましょうか。まあ、そういうところの創業者だったんですが、その人がついに、えーまあ、お亡くなりになった後に出てきたのが少年たちを食いまくっていたというこの問題。で、えー、ずっと続いていたんですけども、ついに田原俊彦さんのマネージャーさんが告白をするというとんでもない、まあ、文春法が出てきて、でさらに、 木村拓哉さんがあのー、なんかキムタクテレ朝新ドラマが甘、えー、地ゆきに主演作差し替えっていうふうにも書いててあきゅうたくなんかそんなことになってんのっていうところも含めてえー、本日はちょっと話をしていきたいなというふうに思っております本間さんよろしくお願いします今もよろしくお願いしますなんかあのー、キムタクの <laughs> テレビ番組が差し替えになるっていうのも何も <laughs> やこれっていうふ <laughs> うに<ん>一緒の記事になってるけど まあ大変な事態ですねでも田原俊彦さん私も知ってるよ知ってるようん、うん、私で知ってるぐらいだから結構有名な人でしょいやまあめちゃくちゃいろんな意味で有名だよね、うん、だっていまだにテレビに出てるしね、うん、田原俊彦とえっ、ー、と近藤正彦ともう一人は誰だったっけあ郷ひろみかはいうん ねマッチはもう全然出てこないけれども俵、うん、俊彦いまだにね、うんはい、あのキャラであのいわゆるそう天然おバカキャラだけどそうなの多いよねそうだよ、えー、なんか日韓現代に言うとと俊彦話したくないとジャニーズ問題にだんまり貫くっていうふうにこう言っておりますがうん、うん、彼全然話さないんだよね、うん、全然話さないけどはしばしで、うん ャニーさん最高とか言ってんだよねねおおなるほどうん、うん、まああのー、お気に入りだったこともまず間違いないわけです、うん、まあそれでだ何このえー、えー、っとその田原俊彦の、うん、田原俊彦もお気に入りだったことはまず間違いないわけねうんうん、うん このマネージャーもやられちまったっつーとなるとね。いや、これはで、ああなんかおまけのように書いてあるのが、あの、キムタクのドラマが、あの、なんかキムタク主演のドラマが予定されてたんですって。テレ朝では来年ああの4月に、えっと、タク拓主演のドラマが予定されていたと。だけども、あの、ジャニーズタレントを、えー、まあ、そのね、えー、ドラマの、えー、スポンサーに誰が入ってるか。 だで花王は可及的速やかにあの排除っていうふうに言ってたんで,でこれで、えー、なんと木村拓哉消えちゃったっていう細か、うん、いなっていうこういうニュースが、うん、なんか放送予定の木曜9時枠でいち早くジャニーズタレントの CM キーをストップした顔がスポンサーに入っていてその意向で木村拓哉主演が取りやめになり代わりに天地ゆきとえっ、ー、と 滝藤一の主演で調整されていると木村拓哉がジャーナリスト役だったらしくっていくらなんでもそれはちょっと今回無理があるという <laughs> まあそりゃそうです真実を追求する木村拓哉ですみたいな感じで出てきていやお前全部ジャニー喜多川本体だんまりじゃねえかよ <laughs>、まあ、それは無理だわな無理だわ,理だわそれは無理だわなんかねあの報道現場で、うんえー、なんか木村拓哉がジャニーリストになって ジャーナリスト役をして、こうどん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 この追求していくと。はい、あまあ、無理だわな。で、まあ、一応、花王はね、スポンサーだけども番組の内容については放送局に申し入れをできる立場にはなく番組内容に関する判断は一切してませんと。んという大人の対応を言っていて、テレ朝はご指摘のような事実はありませんというふうに、まあ、言うてはいるが、まあ、それはね。 こういう時に、スポンサー様の意思を代弁する強力な会社があるんですよ。えーっと、私知ってますよ、それ。知ってます。あのね。なんか知ってるよね。知ってる知ってる。えー、っとね、一回、最近、東京五輪問題で、どっちも家宅捜索が入ってた会社ですよね。<laughs> そうそう。で、えー、っと、確か、えー、っと、モンキー・ディ・ルフィーじゃなくて、D がついたはずです。うん、で、もう一個は H で、 確かね私、その元 H 道の人と知り合いなんですよ。本当に、ろくのやつじゃねえな。<laughs> <laughs> あのー、それ、えっとね、えー、元 H 道出身で、えー、っと、H さんっていう作家さんなんですけど、おお<ー>、はい。どうせ売れないやつだろ。<laughs> いや、あの、売れないのは売れないかもしんないけど、<laughs> いい本を書くんだなというのほばホーリゅうさんでございます。ほ <laughs> 白報道。でもう一個は、D といえば、<laughs> えっと、天通でございます。あのね。 ここに書いてある顔が提供者であ番組内容について放送局に申し入れをできる立場になく番組内容に関する判断には一切関与しておりませんっていうのは、うん、あのー、まあその通りなんで、うん、その通りではある、うん、確かにいやもうスポンサーが直接お前ふざけんなこ <laughs> んな番組作んなって言ったらこれはこれで大ごとだがんねやっぱそれはそうですわ、うん、それはよっぽどのことがない限りない、うん で,でもここには嘘があってオ、はい、王様が何を考えておられるかお分かりですよねっていうふうにオ王の代わりに話す便利な会社が2つあるんだよ <laughs> <laughs> まあ正確にはもうちょっとあるけど他小粒すぎてそうそうそう,そう <laughs> でさらにその便利な会社2つのうち、えー、っと1個がでかすぎてそれが電通だと、うん、だから電通のね営業マン まあこれ電通のあのー、電通がやってる番組か箱戸がやってる番組か知らないけど、うん、まあ大抵の場合電通がやってるからうん、うん、そうすると電通の営業がねあのー、そのテレビ局なの,のに行って、うん、えっと今の何か何キムタクがジャーナリストってどういうもう何の笑い話なんですか <laughs> もうちょっと読みながら笑っちゃったよ 企画会議があるわけよで企画会議にの段階ではスポンサーなんか出てないから企画会議の段階で出てるのは電通とかアコードの広告会社の連中が出てるわけですねうん、うん、でそこで企画書見せられてお前 <laughs> この段階でさ <laughs> あーキムタケがなんかジャーナリストの役やるとかってお前バカなのって当然言いますそりゃそうだ <laughs> 今、世の中で何が起きてるのか知らないのっていうね。で、花王様がどう考えるか。今、花王様はこういうお話をされているんですと。そういうね性的なあれをやっているようなところとはお付き合いしませんと。言うとるでしょと。だからこの番組はなしよって。それは言うよ。それが仕事だから。 デンツーとかの,の,のねそりゃそうでしょはあ、何のための代理店やね <laughs> <laughs> あ花王からもう年間何百億の金扱っておいてで花王さんがあの、ね、番組に返してあの一切内容言いませんというふうに言ってるんで何もせんじゃええや金だけ心流しゃえってそんなやつ仕事してなさすぎるよ <laughs> でしょ意味ないからさ <laughs> ここでちゃんと釘を刺すのが広告会社の役目なんでね、うん、まああのー、表向きスポンサーはみんなこういううん、うんあのー、でもそのスポンサーのーが何をお考えなのかを伝えるのが広告会社の役目なんで、うん、まあそれでそれを伝えられて、うん、<laughs> テレビ局は「ああやべえ」っつって引っ込めるっつーね。 テレ朝だろまたテレ朝かよっていうね。あ、天地行きじゃない天海ゆきだ。ごめんなさい。そうだね、天海ゆきだね。うん,うん。天海ゆきも嫌だろ、まあこんな。いや、<ミ>このタイミングで木村拓哉と主演でしたも <laughs> えっていうかさ、天海ゆき一人で数字取れるからね、別に、ね。まあそうよ。うん、全然木村拓哉いなくたって、それはそれなりの番組になるだろ、天海がやりゃさ。うん。 あの最近の映画でいうと老後の資金がありませんっていう映画があってねあれ天海祐希さん出てるけど十分面白いじゃん彼女はすごいよやっぱ演技力あるしねうんコーナんお笑いも取れるしあとほらやっぱり検事役とかさあだからあのんだっけお蔵入りになった映画あったじゃんあれはのジャニーズ問題じゃなくって歌舞伎の問題がありましてはうそうそうで吹っ飛んじゃってさ飛んじゃったね あれは検事役やってたでしょうん、やってああいうことも全然彼女できるんで。うん、ねえ。あのー。まあなんせ演技力がありますから。そう。なんでかっていうと、まあジャニーズ事務所なんかね。 もう大したあの何をどうしようとって踊ってるだけなんだら伝統のある西の宝塚で来てられてるんだよということなんですけど、まあ、今日は取り上げませんが宝塚では今とってもない時間が今起きていましてこれはこれでもう、ね、ジャニーズ問題よりもかなりヤバい匂いがするというのがあるけどもうちょっともうそこまで行くと今日の話広がるので一旦置いといてまあ天海祐希さんも困りますよね。なんかあ 今度の主演相手、ジャーナリスト役で木村拓哉さんですって。え、何すんのいや、ジャーナリストなんで、報道現場で真実を追求する役ですいや、それ、何の逆ってなるわな、それ。<laughs> というわけで、えー、木村さんはあの、お蔵入りに、まあ一応事務所は否定しておりますが、<laughs> まあ、ただ、それはあの電通・博報堂の忖度が働け、まあ、こういうことになるわなと。なるわね。うん、当然、あの別に村だ,だけじゃないよ。<laughs> 他の番組はみんなそうですようん、うん、今今,今ジャニーズ事務所の,あのタレントを、うん、あまあ急だけど、うん、まあ <laughs> えっと主役にしかも、うん、ジャーナリスト役とかっていうのは俺は、うん、通らんわな今はねいや通らん何役だったらいいですかねうんやっぱりあれだろうあの いわゆる、せー,ーの、ーうん。いいの、犯人役。うん、あそれ、いくらなんでも、あの、あれなんで、えっ、ー、と、羊たちの沈黙のハンニバル・レクターみたいな、<れ> <laughs> そういうのだったらありなんじゃないかな。どうでしょう。あなんか、あの、すごい、ピアノの音楽流れますよね。この、やってる最中、やるっついうこっちの最縫ですけども、あれ、すごい怖い、あの、シーンがあって。 あれは名画だよね。いやもう、ただあのー、ハンニバル・レクター役ができるのかっていうと、ちょっとまあ厳しい。もうちょっと年いかないとね。うん。でもっともうちょっと顔から教養があふれ出てないとさ。いや、それはちょっといくらなんでもひどいかなとは思いますそういう人がね、うん、こうなんかこう、バッハのゴルトベルク変奏曲をがそうそう,そう、うん 怖い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  <laughs> ちょっと木村だけはそういう感じじゃないでねやっぱりあのタンク、えー、と10月にタンクトップ姿で青空を見上げてサングラスかけてるのをインスタに上げるみたいな役不足役 <laughs> 不足は逆の意味です <laughs> ええー、じゃあまあ中けでまあ、それがキムタクちょっと前菜が長くなりましたがえっ、ー、と本体の話で言うとタワラトシコさんのねこれ、うん、ちょっとタイトルをあの そのうん、うん、ちょいやーこれきっついな50回ぐらいとかさ、うん、書いてあるぞさらに飲酒喫煙もされあのなんか無理やりなんかさせられてたっていう風に言ってこれ確かね、うん、自動福祉法かなんか犯罪なんですよね確かあの未成年に対してバコを勧めるとか飲酒勧めるっていうのは現実には犯罪なんですよ だろうね、うん、あでもほらあのそれは他の人も証言してるよね要するにジャニー喜多川の家へ行ったらもう酒もたバコも飲み放題みたいなさ、うん、そういう状況にあったっていうのはうん、うん、みんなが言っている、うんうん、だからまあこの人もそう言ってるわけだ、うん、でしかもジャニー自身がタバコをバカーンってふかしてブランデーを口移しで飲まされることもある 言うねー厳しいねこれも。ブランデー口移し。きもジャニー喜多川のブランデーの、えー、とつば割でございますって感じ。で、それがもし使われていたのが、えー、朝日の朝日、ブランデー出してたっけ出してないの札幌 <laughs> とかだったらもう札幌激おこですよもう。一生使わねえよってことになっちゃうよ。もう ただいまあまり、えー、にも露骨な表現があって、えー、もしお食事中にもしブランデーで晩酌中の方がこの番組を見ていたとすれば不快な思いをさせては申し訳ありませんでしたもうお詫び申し上げます <laughs> いやーでそしてまあそれがねなんかこうおぞましいんですけどあとねこの記事でその嵐の桜井翔出てるじゃないですかうん。これあのの総務次官の 電通の社長にあ副社長に甘くなった嵐の,あの息子さんの嵐の櫻井翔、これが会見当日の「ニュースゼロですべての選択肢をテーブルに載せてじっくりと考えていかないというふうに言って、まあ、それはあくまでポーズで結局、ジュリーさんの側近の嵐はすぐに契約結ぶと思ってたとだけど櫻、うん、井翔自身はまだ決められないと本当に契約を渋っていると事務所の今後に不安を抱いている。 中のタレントたちにも先輩後輩問わず様子見した方がいいとアドバイスしてるうわ官僚のお父さんの息子っぽいこういう時にすぐに恩があるとかそういうのを全部ぶった切って自分の都合しか考えない、うん、いやこれさすが総務次官の息子さんって感じしませんするねーいやーだねさすが ちゃんと血は受け継いでるね。ああ受け継いでる。うん、いやこれなんか。というわけで、えー、っとなかなかですねあの田原俊彦さんの話にならないんだけどキムタクと嵐のこの発言だけでも一本取れるぐらい恐ろしいんだけどもこれはついに実名告発されて顔写真入りで、えー、やっていたのが板野さんという方で。 えー、これ何というふうに告発されているのかというと事務所って商品であるタレントを守るところでしょう会見でその商品を加害者のように青本に立たせてジュリと白羽は逃げたそこが一番許せない、えー、文春にそう語るのは田原俊彦や渋垣隊のチーフマネージャーを務めた板野で、この人自身も被害にも、まあっていたということなんですよね <laughs> 渋垣隊懐かしい 私でも懐かしいと感じるので皆さんはもっと懐かしいんじゃないでしょうかそうか何でしたっけあのフックンモもっくんやっくんだったっけなんかそ,うその辺りですよねそしてもっくんは逃げ出してなうんそうね、うん、でなんかあのな1972年のあのフォーリーブス北浩二さんですよ あれの付き人に募集した板野さんが事務所で働き出したのが16歳の時で住み込んだのは当時渋谷にあった自宅兼合宿所ジャニーさんのねで付き人の寮は原宿にあったけどなぜかこの板野さんだけがホーリーブスの北小路と、えー、郷ひろみが住む合宿所で話してるまあ要するにお気に入りだったんでしょうね、うん、で,でさらにえー、っと住み込んでたった23日目でまあこれ以上はちょっと読み上げません 文章に書いてのこと、ね、あのまあ、あの、えー、なんか、脱がせて、きちんとおしぼりでふきふきした後に、あと,、ね、ということで。で、さらに、まあ、お尻もやられていると。で、それ、痛いと。うん、とても痛いと。いうことで。で、いなんか、あの、我慢しろよと。 俺のために我慢しろやとね今メンバー集めてる最中だからもうちょっとだから我慢しろっていうふうに言いながらやるっていうジャニーが怖すぎませんかこれこれ今まで読んだ中でもかなり具体的でう,ーん、ね、うんねえあ<ー>相変わらず気持ちはいいなって話だけどなんでなんかあのそしたら なんかこの人が勇気あるなと思うのがこの板野さん自身もやってましたってやっちゃいましたってことを告白してるんですよね。でその人と関係を持ちましたとで、そしたらまあ病気性病になっちゃったと言ったらあのジャニーさんがすごい怒って俺をまあピース、まあ、命奪う気かというふうに怒ってで、画面殴ったつまり俺はやっていいけどお前はやんなっていう。 うん、面白いなこれなあ<ー>まあ寂しい病気でこの殺す話にはならないはずなんだか、ね、らまあ本人にとってはさ、うん、毎日の日課がしばらくできなくなるっていうのは。うん あの相当嫌なことだったんだろうね、うん、当たり前だけど。まあ寂しいっていう感じは瀬戸内弱長さんの「弱」という感じの方がメジャーではございますが「凛」と呼ぶあの感じがございまして <laughs> これはあの三髄に林。し<ン>、凛ね、凛ねっ三髄に林でリン「して凛。うんそれ寂しいという感じがあってそれに「病気」ってつける。 あの病気がございましてですね。<laughs> そのことを本間さんはおそらくおっしゃったのかな。<laughs> そうね。はい。そうね。この感じはね、ね他にやっぱり使わな、うん、使われないよね。うん、そうですね。はい。寂しい。まあ、えもね。かね。こんなこ。俺はこの感じさ、うん、なんか嫌なんだよな、この病気で疲れるのはさ。ええええ <laughs> <laughs> 林ね。林で。林の病と呼びましょうか。うん。林の病で。なんで、なんてことあるの。え、いやいや、ないけど。<laughs> びっくりした。この感じはね。うん。俺の大好きな水滸伝の中に。林中、うん、っていう。いや、林中、漢字、山水だったっけ。うん。そうだよ。あ。本当だ。だろう。え、林、ね、中っていうさ。うん。 いいねかっこいいいい男が出てくるんだけど、うん、その名前がのんがこれでさ。いいや中は違います林のほんでもう一個の中の字が中の字にさんずいっぽいやつがついてて、うん、凛中。ただ中国語で書いたらどうなのかな、うんまあ、もしかしたらそうなのかもしれないけど表紙と中でしょ<う>お今から水庫台について語り合いますか <laughs> ねえ。 全然違う。誰も今日期待してないから。<laughs> 三国志最有期水伝があった水湖で一番マイナーだから。<laughs> でしかも、お天遊星の生まれ変わり、表紙と林中とか知らねえし、<laughs> 知らない。あんまり知らねえだろう。知らない。<laughs> はいまぁちょっと置いといてさ。置いといて、林中がどうした。でも、あのー、ほら、この。 ジャニーきたってさ、うん、も,もちろん奥さんもいないし、うん、あのー、要するに本当あれだね、うん、女性の話って出てこないよねまあだからやっぱ本当に異常性欲プラスちょっと、うん、でこれを言うと同性愛ではあるんだけどもこういう子供に対するやつってどっちらかというとこれ支配欲なんですよねそういうのが で、自分がすごく安心できないとか心に傷を負っているとこういうふうに誰かを支配下に置いてっていうふうになるパターンもただにしてもモンスターですよこれは、うん、大人には手を出さないんだよね、うんうん、子供なんだよね、うん、10代ぐらいまで、うんうん、のやつをとにかく見繕ってきちゃ毎日のように、うん、ね本ほんと会って3日とかいやまさね あの NHK の人なんてあってその日だもんね。うん、確か。そうよ。もうそういう人もいっぱいいるしさ、うん、やっぱちょっと、なんかまあ本当に。うん、まあだからこれ見てると、うんうん、ね、うん、田原敏子の月と、うん、要するにスタッフでさ、え遠慮なく食ってたっつう話でさ。いや、気持ち悪い。うん。他にもそうだろう、だから。 でもこ,れこれだけで済むとはとても思えないわけで自分でもやってたのにきちんと言ってもうある意味勇気があるというかただこれは女の子でしょあなるほどなるほど<先>そっかそっかそっかスクールメイツの子たちっていうのはこれは女じゃないのか多分、うん、なるほどあ,あれ違うんスクールメイツの子たちを合宿所に連れ込んでその子としたらもうスクールメイツって女の子 こったのあれじゃなかったっけ？そうなのか。俳優やタレントを要請する有限会社東京音楽学院の選抜メンバーで構成された芸能グループ。うんうんうん。確か私女だったような気がするんだけどな。なるほど。あ、そういうことね。なるほどなるほどなるほど。ちょっと待ってくださいね。うん、今調べます。えー、板野さん本当申し訳ありませんでした。 ジャニー・キターがあまりにもおぞましすぎたので、うん、あのご自身もやっていたのかなというふうに勝手に早とおチしましたそして本間さんのご指摘ありがとうございます、えー、スクールメイツというのは私調べてみましたけどもあの俳優やタレントを育成する有限会社東京音楽学院の選抜メンバーで構成された、えー、芸能グループで渡辺プロダクションがなんか欧米研修から帰国した時に、まあ、本格的なジャズポップスのグループを作りたいというふうにやって。 なので、女性が中心のメンバーみたいですね。なんですけど、まあ、ちょっと、まあ、ということは、おそらく女性。つまり、未成年同士でお付き合いをしたと。うん。普通のお付き合いをしたということですね、これは。おそらく。そう。ってことは、なんだけど、なんか、それはそれで、寂しい病気にかかっちゃうっていうのも、なんか、かわいそう、ね。まあね、お互いいっぱい遊んでたってことだろうな、 まあ若いからしょうがないか <laughs> いや若いから <laughs> えち,ょっぱちょっと広告であり手上がりの人の価値観<い>ようわからんな私には若いからいよう遊んでたらさみしい病気感染しちゃうの <laughs> ノーヘルだしなノーヘルというのもー、えー、おそらく私は聞いたことはありませんが <laughs> あのおそらく察するにこの文脈から、えー、ゴムをつけないという意味だと理解しましたがそれでよろしいんでしょうか そそそうそうそう、うんえー、ノーヘルだからさ。なるほど。うん。ま出会い頭みたいなもんよ。出会い頭ノーヘル。<laughs> 怖い <laughs> 高度経済成長期終わってバブル世代で広告代理店とかやってたり人たちって怖い感覚が。よくわかんないジェネレーションカップ。<laughs> うちらロ60歳、そんなことないから。<laughs> おかしいおかしいあ<ー>おかしいおかしい,いそんなことないでしょ、うん ないのないよよくある話だろこれ <laughs> そんな馬カな、マジか本ば <laughs> かいだ前はねちょっとね怖いからねノーヘルは絶対しないっど、ね、ちなみに、ね、えっと清水さんのことをね当然女とたくさん遊んでるねあの遊びになんだろうって思いますが思われてんだろうなと思いますよでもね私で、ね、初めて彼女できたので二十歳ですそれまで注文したこともあります んでかっていうと、不登校時でアるべきンバックオタクだったから、寂しい高校時代ですよ、中学時代ですよ。私は少女漫画とかもね、読んでたけど、あ俺もこんな出会いがあるのかなとかって思ってましたが、まあなかったね。なかったね。<laughs> みんなの初体験はいつだったのかなぜひコメント欄に書いてね。私は20歳です。違う番組じゃねえか。おもた何歳なの言ってよ。俺18だったかな <laughs> リア充って18だって決してさ早くはないと思うよ多分えっその感覚がリア充ですね、うんうん、なんかだってさやっぱりいろんな周り聞くとさもう早いのなんのってさで中学の時もあのやってましたよみたいな人とかいっぱいいるからさすえそれはいくらなんでもって思うけどねうん高校の時にやってたっつうのは割と多い 私、偏差値34の通信制高校だったんで、もうほとんどやってましたよ。通信制じゃちょっと無理だよな、やっぱな、ちょっともう、いっぱい同世代の友達、基本やってた。ああ、だろう、だろう、うん、だろう。高校生、だから早いよね。だからむしろ私、寂しかったんですよ。うん。うん、まあ。<laughs> いいよ、その話は。 うん、まあ、早いか遅いかは別に、その後の人生、そんな関係ないうん、関係ないですね。関係ないんですけど、まあ、あのただ、出会い頭、ノーヘルばっかりやってるから、えっ、ー、と、板野さんは、あの、さしい病気に感染しちゃったっていうのは、いくらなんでも言い過ぎだと思いますので、それはやめておきましょう。<laughs> ああ、うん。運が悪かったんですよ。で、ちょっと整理すると、うん、この、おそらくは女性と関係を持って、で、だから、つまり、ジャニー喜多川が怒ったポイントというのは、うん、女のことをやって、 うん、まあ寂しい病気に感染しちゃったからお前とやれねえじゃねえかふざけんなってぶん殴ったわけですよね。そうそうそう。もう全く愛情とかないですよね。もう本当に。自分の物扱いじゃないですかこれ。うんひどいよそんなんまあね毎日毎晩毎朝昼晩特っかいっかなんだからいちいち愛情なんかないだろう。一人一人に対してあんのかうんっていうさ。 まあすごいねでもねでこういう人がやっぱり一人出てくるとさ、うん、他にも俺出てくるような気がするよまあそうですねマネージャー、うん、ねっ、うん、んつったってお前40年の長きにわたるんだからさそりゃあいるやろその間にマネージャーだって数百人いるだろうんうん、だからこういう話は出てくるんじゃないのかなでね そこから類推される、まあ、あんまり類推してもしょうがないけどさ、うん、このマネージャーに手出すぐらいなんだから、マネージャーがくっついていたタレントだっていくらでもっていうね。いや、恐ろしい。で、しかもこの板野さん、正直に99年の取材には答えなかったと。うん、光源地とかを担当した後に89年ジャニーズ事務所を退所して故郷に戻ったと。でも 実は99年の,あの段階でジャニー北川の時に、まあ、質問してるんですよ。ちゃんと取材。だけど板野さん口ひ開かなかった。それなんでかっていうと、あんなひどいことを耐えて地位を築いている後輩がいるのに僕が喋るのは良くないと思っていたと。でも後輩たちもずっとずっと洗脳されていたんだと。先に声を上げた後輩たちを支えるためにも僕も話すことにしました。もちろん取材でお金をもらうなんて一回も,もう一切考えてない。まずカウアン・岡本さんとか、 あとまあ東京新聞に志賀直哉さんとかが実名で告白してたりとか平本さんとか石丸さんとかが答えているからやっぱりこれはちゃんと答えようと。でなんでかっていうと先輩である北浩二さんとかがまあ役にはまってしまったし薬や大麻で逮捕されたジャニーズタレントもたくさんいるとそれでまあ自分の場合は酒と博打でもう人生めちゃくちゃになったんだとこれはやっぱりジャニーの行ったまあ植えつけられたトラウマなんだと。っていうふうに。 そう,言っててそういうのがもう広がらないようにするためにもやっぱり勇気を持って言った後輩たちにね習おうというふうに思って言いましたとすすごいですよね,そうねまあねまあそうでしょうよやっぱりやっぱり勇気を出して顔と名前を出してくれる人がいたから、うん、彼も話好きになったっていうさ。うんうんうん まああのー、それで買うと名前を出すとまた「アホなジャニオたからね、うん、脅迫されたりとかさ」うん、っていうのがあるけれども、うん、でもやっぱりもう事実としてこういう人はもう山のようにいるんだよきっと。そうううだろんで、ね、うん,で,うんでもだからそほんとこういう人たちがこういうふうにやっぱりあるって 名前は出さないでもいいから、うん、こういう、過去にこういう職にあった人はいついつこういうようなことになっていたっていうのは、うん、これはさ、あのー、やっぱり、どこかの時点で一覧を作って全部発表しないとさ、うん、いつまでたっても、え、また新しく出たんですか、また新しく出たんですかって、ずーっとそれを繰り返すことになるわけね。うん。うん これはね、やっぱりもう。まあ、ちゃんと言うし、ん、どっかで整理するしかないですね。うん。払いざらいやるしかねえぜっていう。うんうん、まあ、ちゅうわけで、本日もあ本間さんとジャニーズ問題、話をさせていただきましたけども、まあ、やっぱり非常に大きなね。 あの問題だと思いますのでえー、これからも何か動きがあったら取り上げたいなと思いますのと <laughs> NG6 入りしたらですね、本間さん、ね、YouTube で話せない本気のジャニーズ問題の悩み、えー、本間さんの応援だと思ってぜひ買っていただけると嬉しいと思います買い方 YouTube 説明欄に書いてあるのでぜひ見てくださいそんなわけで今日も読書ジャニー,ーんはい今日もありがとうございます電通と戦う本間リュウさんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。